どうもこんにちは、瀬戸シュプリームコージです。寝起きなのでちょっとテンション低いです。よろしくお願いします。ということで、今日の目標は、C さんとランチに行くことです。はい、なのでお昼までにこの動画を終わらせます何その目標。動画見てる人はまあどう思うか分からんけど、まあ今日の俺の目標そうなんですよ。昼までに終わらすっていうね、そういうモチベーションでいきたいと思います。はい、これ楽しみなのよ。でもちょっと一個ちょっと言わせてほしい。一個言わせていただきたい。はい、こちらがシュプリームのサイトでございます。例えばこの一番上のジャケットとか見るとね、はい、ソールドアウトですね。11万のジャケットソールドアウトですよ。で、これもソールドアウトですよね、とかね。ナイキエアフォースワンなんかも一瞬で売り切れてますし、とかっていうね、いろんなものが売り切れてる流れの中ですね、私が前回争奪戦を繰り広げてゲットしたこちら、ジャスティンズのワールドフェイマスチャンピオンリング。はい、売れ残ってます。いや、争奪戦何だったの？シルバーもゴールドもまだ残ってます。はい。なんなのみんな目が節穴なの。みんなはこんなん買うでしょ。こんなんなんで俺が狙うやつな。俺バカみてえじゃん。俺シュプリームの争奪戦別サブ法解説しますって言ってさ、お前じゃあ何買うのって言ったらねえ、いやーとか言って全然売れ残ってるやつ買ってるやん。でもこれ見てください。はい、サイコロは売り切れました。ちなみに僕がシーサーのために買ったこのタートルズのやつ、あー売れてるわ。タートルズのやつこれかな。あ、売れてるわ。全色？全色ソールドアウトです。まあでもさ、何、売れ残ってるものはじゃあダメなものなのって言うとそういうことじゃない。一瞬で売り切れちゃうってことは、みんながその価値を分かってるってことでしょ。だからもうみんな知ってるってことなのよ。まあだから人気なわけなんだけれども、それってもう今から言っても遅えじゃん。しかもみんな知ってっからもうそれつまりダセえじゃん。でも俺は、いいのよ。だから売れ残るものをちゃんと狙っていけてるっていう、だから自分の感覚を信じてなきゃいけないよね。うん、ちゃんとずれてる。っていうね、そういう感覚がまだ自分の中にあるんだってことで喜びを感じなきゃいけないよね。なんかおかしいですか？ピンピン。お、今回は立ち上げだからなんだっけな、シャボン玉セットが入ってるらしいよ。これがあれ、あ、ちょっと待って、え、あ、 T シャツは、あ、シズさんの T シャツは、サイコロは、あれ、後で来るってこと、後で来るってことか。なんだよ、3個全部入ってんのかと思った。いや、うちのじいさんがこれ受け取ってくれたんだけど、なんかパッケージちっちゃいよって言われて、いや、T シャツとサイコロとこの指輪だから、いや、これに全部入ってんでしょって言ったら入ってねえじゃん。シャボン玉セットとステッカーからいこう。はい、今回の2021年立ち上げステッカーは、いつもの定番シュプリームステッカーと、おー、こちらでございます。はい、ご覧ください。キラーン。ね。文字のところがキラキラ輝いてるでしょ。ちなみにノーマルステッカーは、ほら、何にも全部真っ平らなんだけど、シュプリームの文字のところだけテカテカでちょっと盛り上がってる感じです。で、これがシャボン玉セットですよ。おお、いや、めっちゃ可愛いやん。これシャボン玉セット使うやついないでしょ、なかなか。使ってみる。いや、入れてくれたんだからね。ちょ、これぐるっと回してみてみますね。パステフィックス。なんか子供用なのかな、もともとは。シャボン玉セットだから、やっぱりほら。0から3歳はダメだよと。子供用ですね。はい。開けてみましょう。おー、このキャップも可愛いじゃんね。これが、この開け方でいいのかな？あー、なるほど、なるほど、なるほど。こうなってんだ。はい、こうやってもう輪っかになってるやつです。これ拭くの？じゃあちょっと、ちょっと怖いけど、この部屋でやってみたいと思います。取れるかな？いきまーす。あ、1個しか出なかった。ちょっと待って。立たなきゃ。ちょっと待って、あんまりうちのこの部屋機材多いからちょっとあれなんだけど、これふわってやんのかな。うわー、びちゃびちゃってなった。ちょシャボン液を撒き散らしちゃった。いくよ。おお、やったー。じゃあちょっとこれエフェクトじゃん。よくね、TikTok とかでもなんかあるでしょ、スノーとか。あんま飛ばないのよ。風がねえからあんま飛ばないのよ。いきますよ。ほら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 、いいでしょ。わー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 わ
もう下もびちゃびちゃ。いきますよ、いきますよ、もう一回いきますよ。ほら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 、わー全然怖いです。わーわーわー、楽しい。ただお家でやるものではありません。瀬戸康史の動画、久々にシャボン玉してちょっと楽しかった。いや、やっぱ40になってもシャボン玉楽しいね。あの、なかなかうまくいかないところがいい。あの、吹きゃ何でも出てくるわけじゃなくて、最初失敗したりとかさ、なんかだからその息をどれぐらい吹きかけたら最大のシャボン玉を生み出せるかみたいなね、でかいのを出したいとかね、いっぱい出したいとかさ、その自分の息で全てをコントロールするわけじゃん。だからあれね、子供のおもちゃとして本当にシャボン玉っていいなと思いましたね。シャボン玉難しくて楽しかった。子供に戻れた。まあ、もともと3歳なんだけど。こちらですよ。これをやりたかったの、私は。8万8000円。8.5 っていうサイズのリングです。いや、ちょっとね、これマジで俺の指にはまるのかどうか心配だけど。これね、まだね、売れ残ってるけれども、俺マジでこれ楽しみなんだから。はい。パッケージにいっぱいつけちゃってるっていうね。はい。はい、ジャスティンズ。なんかついてるところも海外って感じね。せーの、えいっ、おお、はい、ご覧ください。あー、やっぱりさ、まあ、残念ながら本当に商品画像がよくできすぎていて、実物見ると若干チャチーです。まだ見てるだけですよ。僕まだこれに触れてないですけど、見た目チャチーというか、なんかね、緻密さがもうちょっと欲しかったかなっていうね。おお、あ、意外とごつい。はいはい、ご覧ください。下に19、お、ちょっと俺ね、これ爪にね、今この手前の爪になんかさ、茶色いの詰まってるでしょ。これ何かっつうと CPU グリスなんです。はい、どうも、はい、どうもどうもどうも、ニューヨークシティワールドチャンピオンシュプリーム1994ね、シュプリームは1994からやっております。わーわーわー、ダイヤモンド、これ全部ダイヤモンドですからね。もうダイヤモンドがいっぱい入ってますから、シュプリームね、ワールドフェイマスですよ。もう俺のことですよ。だからもうワールドでフェイマスになっちゃってますから、僕も。こっちは？あ、こっち見てなかった。2021ザ・リアルシット・シュプリーム。もうやべえみたいなことなのかな。や、めっちゃやべえ。2021年クソやべえシュプリームってことかな。わー、わー、うわ、これはだからもうギャグでつける指輪としてはもう最高ですよ。内側になんか書いてありますね。これなんて書いたんだ？あ、ジャスティンズか。いいね、いいね、いいね、かっこいいじゃん。え、これってさ、俺こっちちょっと、結婚指輪があるから、まあ、右かわかんないけど、ちょっと待って、人差し指いってる。あ、ちょっと待って。危ない。ちょっと待って。中、あ、ちっちゃい。あー、いけるいける。左手薬指全然いけますね。うん。ちょっと待って。これ抜けなく、これ抜けなくなったら、やばいよ、これ。僕結構指細いんですけど、右手薬指が、ちょうどぐらいですね。うん、すっぽ抜ける感じ全然ないです。で、頑張ってこうギューっとすれば、まあそんなにかな、こうくる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 ってやれば抜けると。で、人差し指もいけますね。うん、人差し指の方がちょっときつい感じかな。うん、人差し指むくんでたりするときついかも。人差し指むくんでたらきついかもな。うん。ちょっと待って。ちょっと。あ、これはね、嘘。え、ちょっと待って。ん？大丈夫、大丈夫、大丈夫。お、ちょっと待って。ちょっと待って。え、ちょっと待って。まあ、石鹸とかね、いろんな手があるじゃない。糸通すとか。そういう手をやれば、絶対いけると思うんだけど、やばいよね、これね。気をつけてくださいね、マジで。マジで、この指輪はさ、こういうね、こういう細いタイプの指輪と違って、もうめちゃめちゃホールド感あるから、この上の方とここ全部はまってるから、入れちゃったら抜けづらいっていうね。いやいや、まだまだ、俺笑ってられるのは、多分抜けるだろうと思ってるから、あぶねえ。あぶねえ。これマジで、これマジで気をつけてね。中指は絶対無理。親指も無理。人差し指はもうギリ。だから、俺の場合はもう、自動的に、
薬指です。シュプリームの指輪付けでシュプリームのマイク持ってます。これすごい、おいいじゃん。でもギャグ商品としてね、本当のシュプリームの指輪俺持ってますよみたいな。確かにこれは完売にはならんよね確かにつけてみて分かって、こう8万8000円ですからね。これどうだ、いいだろシュプリームの指輪、いいだろ、いいだろ、イエーヨーみたいな。さらっと今度なんだろう、ウームの事務所とかなんか打ち合わせ行く機会とかがあったら、これさらっとしていこうかな。普通の服装で、あどうもどうも、あどうもこんにちは瀬戸ですみたいな。あこの企画はどうしましょうかね、この案件受けましょうかね、どうしようかね。気づくか、やっぱ気づくかめっちゃこうやっててシュプリームガン出てるよねこれね。ひらーん、瀬戸康史の動画。はい、ということで今回はこれで終わると思います。結局まあ一番楽しかったのはこれかな、ね、8万8000円のシュプリームの指輪買っといて、ネタで買っといて一番楽しかったのがシャボン玉セットっていう、こういう結末があるからいいですよね、うん、最初はテンション低いですとかって言っといて、最終的にはシャボン玉でテンション上がっちゃうみたいなね。こういうのがあるからやっぱ開封動画ってやめられないんですよね、うん、開けるところからやるといろんな驚きがあるんで楽しいです。はい、ということで以上、瀬戸康史よります。シュプリームの8万8000円の指輪を買ったら一緒についてきたシャボン玉セットの方が楽しかったというお話でございました。これからも私のシュプリームセットよろしくお願いします。ということで以上、瀬戸康史でございました。じゃあな。今 C さんにこの指輪を見せに行ったらですね、アドバイスいただきまして、僕さっき右手の人差し指にしてたんですけど、なんかピン取ってるの、僕さっき右手の人差し指にしてはまんなかったんですけど、左手の人差し指だったら右よりもちょっと細いよっていうアドバイスをいただきまして、やってみたらちょうどよかったんで、ほらちょっと頑張れば外れるんですよ、うん、なので左手の人差し指にすることにします。いえ、よっ。